フレッチャー FD-25 フレッチャー FD-25 ディフェンダーフレッチャー FD-25 ディフェンダーは1950年代に米国で開発された小型地上攻撃機、練習機である。ディフェンダーは固定オリン式膠着装置を持つ保守的な型持ち式低翼単用であり主翼に2丁の機関銃を主翼下のパイロンに投機可能な外装搭載部を備える。 機体は全金属製で、パイロットは幅広いパースペックス製キャノピーの中に登場。練習機型である複座の A 型と、軽攻撃機型である単座の B 型が存在する。フレッチャーによって、単座型2機と複座型1機の試作機が製作されたが、アメリカ軍からの発注がなかった。しかし、日本の東洋航空工業が1952年に製造権を買い取り、 1> 約1ダースを製造し、7機をカンボジアへ、4機をベトナムへ、1機の FD-25B をタイへ販売した。1機が完全な飛行可能な状態で現存し、EAA アベンチャー2010航空ショーに登場している。また、1961年には、東京都立航空工業高等専門学校に、東洋航空工業が製造したうちの2機が買い取られており、 うち FD-25B は1970年頃まで試験機として使用された後、現在は双方ともに日本航空協会によって重要航空遺産に指定され、同行の科学技術展示館で生態展示されている。ありがとうございます。